どうも、こんにちは。宮崎大介です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて、今回は再生栽培で育てたパイナップルのその後の状態をご紹介したいと思います。再生栽培というのはスーパーで売っている野菜の一部を使ってその野菜を再び栽培する栽培方法のことです。私は以前に別の動画でパイナップルの再生栽培のやり方を動画でご紹介しました。 その時はですね、スーパーで買ってきたパイナップルのヘタの部分をグリッと取って、そのヘタを土に植えると、そういうやり方をですね、ご紹介しました。こちらにあるのがその時動画でご紹介したパイナップルです。その後、また別のパイナップルを買ったので、そのヘタもこのように植えました。今、こちらの株がどんな状態にあるのか、ちょっとご紹介したいと思います。 はい。それじゃあ、このパイナップルを見ていきましょう。それぞれですね、パイナップルの品種は違ってます。確かこっちがスナックパインみたいな、そんな感じの名前で、この二つはちょっと名前忘れちゃったんですけれども、まぁ、ヘタのサイズからしても、ちょっとね、品種が違うなというのがわかりますよね。それから、このパイナップルに関して言うと、この中心にある種芽がですね、枯れてしまいました。その代わり、この葉っぱの付け根にある脇芽がですね、 復活をして育ってきました。その脇芽が2つ育ってきたので、こちらの株は2つの芽が存在しています。で、こちらとこちらはそれぞれ種芽がそのまま生きているので、1つずつの芽があります。それから周りの葉っぱを見てみると、こんな感じにですね、下の方の葉っぱは枯れています。で、上の方の葉っぱはこう緑色で元気な状態です。で、中心部分からですね、新しい葉っぱも生えてきています。こちらも同じですね。 でただ、こちらの方はあまりこう下の葉っぱの枯れというのが少なくてですね、まあ、少しだけ枯れているという感じです。で、真ん中の方から新しい葉っぱが出ています。で、これに関して言うと、もう古い葉っぱはほとんど全部が枯れました。で、この脇芽が発生して、そのね、脇芽から発生した葉っぱだけが緑色で残っていると、そのような状態です。こんな風にね、葉っぱの状態が違うのも面白いですよね。 下の葉っぱが枯れているもの、あんまり枯れていないもの、それから葉っぱがね、全部枯れたんだけれども、脇芽から新しい葉っぱが出ているもの。こんな風にですね、まあ、それぞれ個体の違いなのか、品種の違いなのか、その時のね、状態の違いだったのか、葉っぱの状態に違いが出ています。次にちょっと根っこも見てみましょう。はい、こちらがですね、一番最初に植え付けたパイナップルです。はい、ここのね、古い葉っぱはもう完全に枯れています。 ここにね、二つ芽が出ています。こちらはですね、ペットボトルの容器に植え付けました。なので、このね、横が透明なので、根っこの状態が観察できます。ここに白い根っこが生えているのがわかるでしょうかこれはね、パイナップルの根っこです。ここから根っこが生えてきて、今、ここまでね、到達しています。ペットボトルを使って育てると、透明なので根っこの状態も観察できて、すごくいいですよね。 はい。葉っぱはね、上から見るとこんな感じです。今は水やりは週に何回かだけやっています。雨が続いている時には水やりの頻度をかなり少なくしていますし、晴れが続いたらね、やはり水やりの頻度も増やしています。はい。これはね、二つ目があるんですけれども、このまま分けずにね、しばらく育ててみたいと思います。もしね、この二つが近すぎてうまく育たないようなら、ちょっとね、この芽を分ける作業もやらなきゃいけないかなと思ってます。 はい。それから、この株は、こんな感じです。根っこがどれぐらい生えているんですかね。ちょっと見てみたい気もするんですが、あまりちょっと傷つけるのも嫌ですね。まあ、とりあえずこう、引っ張っても、抜けないぐらいは根っこが生えています。あ、ちょっと怖いな。ちょっと抜けそうで怖い。はい。それからこれがね、一番大きなパイナップルの葉っぱです。巨大ですね。これは大きいんですけれども、 長い期間育てているから大きいわけではなくて、一番最初のね、もう身についている状態からヘタが一番大きかったので、こう一番大きくね、見えるという感じです。これはもう下の葉っぱがね、パリパリに乾いて枯れています。まあおそらく根っこが生えなかったので、えー、水分を吸収できずにですね、葉っぱが枯れたんだと思います。ただ新しい葉っぱはね、青々としているので問題なさそうです。これも、こう、 引っ張っても抜けないぐらいは根っこがね、生えています。ただあんまりちょっと引っ張ると怖いですね。あ、なるほど。ちょっと抜いてみました。はい。見えますかね根っここんな感じです。一番下までもう到達していますね。こんな感じでした。 こちらのパイナップルはまだ育て始めてから2、3ヶ月とか1ヶ月ぐらいしか経っていません。なのでまだ葉っぱがね、かなり小さいんですけれども、これからどんどんね、葉っぱが大きくなっていくと思います。ちょっとこの辺に私が学生時代に育てていたパイナップルの写真をお見せします。こんな風にですね、これからどんどん育てていくと、こう葉っぱがね、大きく広がっていくと思います。品種によってね、その葉っぱの大きさというのは違うと思うんですけれども、 こういうヘタが大きい品種というのは、その下の葉っぱ自体もですね、かなり大きくなると思います。こういうね、ヘタがちっちゃいやつはあんまり大きくならないかもしれません。パイナップルの場合は、冬越しをね、させなければいけないので、必ずね、植木鉢に植えるようにしてください。こう地面に植えてしまうとですね、まあ、沖縄とかだったらいいと思うんですけれども、沖縄以外の地域では冬の寒さで枯れてしまう恐れがあります。なので植木鉢に植えるようにしてください。 私は長野県でね、ビニールハウスの中で冬越しをしたんですけれども、それでもね、うまくいかずに枯れてしまいました。なので最低温度をですね、5度以上はキープしてあげてください。できればね、10度以上キープできると最高だと思います。今はまだ夏なので何も考えなくていいんですけれども、これからですね、10月、11月と、どんどんこう秋になってね、気温が下がっていくと、パイナップルはね、保温とか、 もしくは暖房機を使ってね、加温してあげないといけなくなります。例えばね、西日本とか九州にお住まいの方だと簡易的なね、保温でおそらく冬越しができると思うんですけれども、例えば東北とか北海道にお住まいの方ですとかなり厳重なね、保温とか加温装置が必要になると思います。その点はちょっと注意してください。育て始めて1ヶ月から2ヶ月ぐらいの株で、 今ね、このポットの底にちょうど根がたどり着いたぐらいなので、これからね、まだ数ヶ月はこのままポットで育てようかなと思います。それでですね、もう根っこがね、下にこうぐるぐる回るような状態になって、葉っぱがね、どんどん出てきて、もう土の量が少ないなというふうに思ったら、大きなね、植木鉢に植えようと思います。こんな感じでですね、まあ、ちょっと枯れた葉っぱがあると見た目が悪いんですけれども、枯れた葉っぱさえね、取り除いてあげれば、 この葉っぱ自体もですね、すごく綺麗で、観葉植物としてね、育てるのにも向いていると思います。で実際ですね、パイナップルの実を収穫させようと思うと、早くても2年、だいたい3年から4年ぐらいは育てないといけないと思います。なのでね、まあ、ずっとこの葉っぱを見ている時間の方が長いので、基本的には観葉植物を育てるぐらいの気持ちで育てて、えー、しっかりね、葉っぱが大きくなったら、えー、花が出てくると、そのような感じになると思います。 一点注意していただきたいのは、このパイナップルの葉っぱっていうのは、こう先が尖っていて、かつこの辺にですね、こう針みたいなトゲがね、あるんですよ。なので、ここでね、例えば指を切るとか、こう手を怪我するとか、そういうことがね、ないように気をつけてください。この辺のね、トゲの強さというのも、こう品種によってね、違いがあります。はい、というわけで今回はパイナップルの再生栽培のその後の様子をご紹介しました。 皆さんはパイナップルを再生栽培してみましたかしているとしたら今どんな状態になっているでしょうかもしかしたらうまくいかなくて枯れてしまっている方もいらっしゃるかもしれませんし、私のこのパイナップルよりももっと大きく育っていると、そのような方もいらっしゃると思います。今どんな状態なのかぜひコメント欄に書いて教えてください。それからまだパイナップルの再生栽培をやっていない方、その方はですね、 ぜひ別の動画の方でやり方をご紹介しているので、そのやり方を見て実際にですね、やってみてください。スーパーで売っているパイナップルを買ってくるだけで、このようなね、パイナップルの栽培が始められます。私はいろんな野菜の再生栽培をしていまして、他にもですね、今育てている野菜があります。その野菜の生育についてもまた別の動画でご紹介したいと思います。では、今回の動画面白かった、役に立ったと思ったら、ぜひいいねよろしくお願いします。 質問や動画のリクエストは下のコメント欄に書いてください。これからも農業や家庭菜園に関係する動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。ではまた。